エリースエリースエリースアキラカノチキャラサキティハモユキッペンリコーン今日の曲は絶対に食べてはいけないグミ食べてみたイエイイエイやばいやばいついについにデビューしました。皆さん知ってますかこちら、リグニトロですか、うん、っていうリルニトロっていうこのかわいいねハリボーみたいなねかわいいみたいな、ね、見た目もクマちゃんクマちゃんのグミなんですけども、ほんと世界一辛いグミってなってて、燃え上がってるしワーニングってずっと書いてある、はい、本当にやばいらしくてですよこれ、まあ、入手も困難だったんですけど、グミだから多分ずっと噛むよ、残っちゃうずっと噛むからとんでもない辛さをずっとこう噛み続けて口の中に広がるから早めに飲み込むとかあるよね。でなんかね皆さんこれなんか謎の宝箱いっぱいあるじゃないですか、うんうん、はい、これまあちっちゃいんで一人しか食べれないんで獅子もいてくる、まあ、やってるのもいいかなと思ったんだけど、まあグミなんでまあもうちょっと一人がまあ代表して食べてもらおうかなと思ったんですけど、マジか、まあ、ちょっとゲーム性を持たせようと思いまして、まあここに宝箱並んでるじゃないですか、うん、この中にですね、まあいろんな景品が入ってます。じゃあちょっと一個ずつ開けてみます。これがまあはい1万円、当たり当たりございます。ちゃんと1万円の宝箱ありまして、あ、これはなんだろうな、デスソースに一味を混ぜたペーストやろ、デスソースペーストですね。ペーストすぎない、うん、ペーストひどくない、一味のりおかしいやろ。あ、これまた1万円ね。1万円は今2個ありますね。落差ひどい。あ、この中にじゃあこれ入れときますね。これカラーカラーカラー、まあ、後ほどシャッフルして番号をつけるんですけど、あ、待って待って、やばいこれこれこれ激辛ペヤングですね。うわこれもやだ、激辛ペヤングがワンサカ入ってますね、この宝箱に。宝箱開けてこの生身のペヤングが入ってて見たことないよ。でもちゃんと衛生面考えられてる、そう、感じ感じこの宝箱がちょっと温かいです。触るよりはダメだね。そう、だから触るよりは番号を決めて、しかもちょっと伸びてそう。はい、これ1万円、じゃあ1万円が3位ね。3分ある、そう、3は3分の3、半分外れ、いけるいける、半分は外れで1個は死にます。外れの枠おかしくない、しかもなんかクマさん以外も結構しんどくない。そうだよ。というわけでね、全くねこのかこのレベルがねちょっとわかんないので、え、そう、これ怖すぎ、本当に、なんか命の危険感じは無理はしないで吐き出してくださいね、当たった人は。やっていきたいと思います。はい、レッツゴー。はい、ということでね、まあこれはもう平等にあの皆さん何も知らないでやってますのでね、ほえーさっきなんて一言も喋ってない、喋ってない、なんかいけそうな気がしてるから、だけどさっき当たると思うんだよな。じゃじゃん勝ちで、男気でじゃん勝ちから番号を言って決めてきましょう。最初グッチョグポイチョチョチョ。でも自分で決めるのも嫌だね、怖いね、勝ったとてじゃない、文句も言えんし、ね、嫌だな、こういう時だけ勝つの嫌だな、意味ないよ。これ全員同時に開ける、同時にしよう、同時にしよう、あ、じゃあ触っちゃダメだし、番号言って別に触らないことだし、そうそうそう、湯気出てるなったペアンで、湯気出てないよ、湯気出てない、でもすごい小前とかがたかってたで でももはやそっち行くまであるよね、グミ確かに、なんかペアンでと分かったなら行くまである、確かにグミ回避のために死にたくないもん。五番で、5番、じゃあ次2番目が明らかな、怖い、めっちゃ怖い、誰も攻めれないからね、自分の責任で、うわーやだやだ。3番で、3番ね、私ね、4番で、4番、足取らんのよな誰も、確かに私ね、足怪しいと思うんだよね、私も足からグミがやっほーって出てきた、やばい、怖すぎ、やっほーって見えてんだよ、うち1、2、6でね、あえての端っこ行ってみよう、こっちやろ、じゃあ6番ね、おー、こういう意味だよ、散々来たら、こういう意味だよ、違うよって出てくる、端からグミだと思うな、こっちがこっちで、うん、と思ってるんだね。じゃあハノンが1か2だね、じゃあ2番でいく、2番、2番でかなちゃん、じゃあ1番、はい、いやちょっとね、ちょっと待って、せーので、とで取る、あ、でも開けちゃうよ、こう、こう、こう、みんな、じゃあ、そのところに、自分のところに、こう、そうだね、自分のところに開ける、鍵、鍵全部開いてる、鍵、鍵取れてる、取れてない、これ鍵解除してください、解除、え、ちょっと待って、絶対にペヤングではないってことだと思ったんですけど、私もだと思いました、だから、軽いんで、クマも一枚も軽いんだよ、そう、やばい、いくよ、
は、はい、一味デスソースのハノンと、ペヤング激辛特激辛のアキャーですね。これなんかさ、結構頑張るのにさ、そうそうそう、なんか微妙な感じになる。いやもうちょっと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 、いらっしゃい、いただきます、いただきます。お弁当箱みたいになっちゃってるのやめて、それ。ああ、きつっ。激辛、激辛、普通に辛いから。まあ、全部出た。汚ねえやろ。どう、ハローも。ちょっと。やば。あ、やばい、やばいでしょ。これね、あの、あ、辛い。クーラー、あ、地味だな、地味なのやめろよ。リアクション、かわいい、まずい、ちっちゃこれ、ちっちゃこれ、リアクションは小さいんや、ハルくん、かわいい、頑張れ、頑張れ、序章チーム頑張れ、頑張れ、序章チーム、かわいそすぎだろ。まだこれ、全座タイム、全座じゃない、オープニングアクト、頑張れ、オープニングアクト、さっきも言った、ハルキーへの期待が高まる、あの、そんなきついのこれ、なんか、気持ち悪い、大丈夫か、でもさ、なんかほぼ水分ないもんな、ないよ、それパサパサ、なんか、なんかね、ジャリ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 してる、だって1に全部入ってっからね、あ、え、もうエビがめちゃくちゃすごい、え、あ、やばい、急に、急に来んのやめて、あのも時間置いたら死ぬからね、自分ドキドキしてるから、めっちゃ緊張してる、本当に来た、顔、顔、これね、私知ってるんだ、ペヤング入れてね、うん、空気を入れたら死ぬんだ、痛い、喋れなくなるという、 YouTube にちょっと致命的で、震えてる、震えてる、大丈夫じゃあもうさっさと終わらせてやるぜ、この人生を、人生を終わるの、人生終わるの、ハイティだから、そうか、そうだ、ごめん、終わるかもしれない、ごめんね、待って、あと一口まで、待って、待って、でも結構重いよ、この一口、大丈夫かな、いけるっすか、出てきた、出てきた、いきます、 OK、ハノンも OK、 せーの、ナイス、ナイス、ナイス、よく食いました、こっちのソファーに来てください、ちょっと撤退してもろて、かんら、静かになんだ、やめて、君たち、喋ったら痛いもんね、だって痛いわね、今ね、お前は大丈夫か、大丈夫か、痛いね、痛いね、唇パンパンだね、君たち、唇パンパン、じゃあ、サキティ、はい、頑張って、次に大鳥サキティ開封、開封動画、開封動画します、開封動画、サキティ不憫な感じが、でもちょっと可愛い、守ってあげた、ちいかわや、ちいかわ、ちいかわと同じ存在、それでは早速開けていきたいと思います、見分ける、見分ける、見分ける、こんなのやったやついないから、こちらです、ビルニトロチャレンジ、あ、5分以内に食べれるかみたいな、なんか YouTube チャレンジみたいなのがある、これ多分奥歯で噛んだ方がいいよ、絶対舌で噛ん、舌乗せたら死ぬと思う、私もそう思う、確かに、奥歯、奥歯でもカカカカカカカって噛んだ方がいいと思う、すごいね、厳重だね、ビルニトロチャレンジが始まろうとしてます、ハリボーじゃん、ハリボーだね、でもハリボー、分かってても分かんない、分かってても分かんない、無臭、スパイシーな、目が痛かった、ちょっとちょっと目が痛かった、辛いんだろうなっていう、あんまり匂いは好きじゃない、でもなんか思ったよりもなんかカッカッって感じじゃなくない、これから辛さが来るっていうのが想像できる、そうそうそう、喉痒くなる、なんかお茶っ葉みたいな匂いして、あ、わかる、落ちたくないよね、わかる、怖っ、落ちたくないよね、え、どういう辛さなんだろう、全然想像できない、さっきちゃんと食レポしてね、うん、かわいいと思いきやさ、このクマダイナマイト持ってやる、本当だ、やばい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 、見せたい見せたい、見えるからこれ、やばいやばい、ごめんね、待ってるじゃん、持ちすぎ、罰ゲーム持ちすぎ、いや、いいな、誰も強制してないの、自分でやったり、今回別に誰もいじめたりしてないから、自分から取ってった感じ、やれよ、時の悪さが、じゃあ、いきます、はい、もう行け、いただきます、下乗せちゃダメだよ、ダメだよ、乗せちゃ、あ、でも、オフバレね、5分って5分滞在させるってことか、え、そういうこと、そういうことだ、あ、じゃ
しい方5分間我慢できたら見たいと思います。じゃあ今測っ て測っていきたい。あと4分半ぐらいかな。4分半ぐらいで。そうだね。え、辛い味してる？今ね、ほんのりしてるけど、あ、まだまだ耐えれる。まだね、してない。へぇ、でもまだ、あ、でも生きてるね。あえ、そう、なんか にじみ出てきてた、あの、髪を噛むと噛んだ瞬間に、あ、中に入ってるけど、噛めば噛むことだというわけですね。無事、絶対に食べてはいけないグミを、絶対に、ね、食べちゃダメですからね、皆さんは本当にね。変な音がしてるから、こんな音がしてるから、ゴロゴロって言ってね。皆さんももしね、あの、興味があったら、ぜひ、あの、リルニトロチャレンジやってみてください。自己責任で、そう、体には気をつけてね。絶対5分でやめた方がいいです、死ぬんでね。あと、捨て身のせいにするのもやめてくださいね。え、命の危険を感じた？いや、このままだと死ぬぞって。はい、なのでね、皆さんもやってみて気をつけてくださいね。頑張ってる。はい、ということで、さっき頑張ったら、あと、アキラとあの、もう、ちょっと、ちょっと頑張ったら。やめてよ！ほんとにね、これに並べさせないで、もう。そう、言わないよ。いいよ、もう。言わないで。カットしていいよ。ちょっと頑張ったかなと。カットでいいよ。全カットでいいよ。もういいよ、これから。ほんとに。高評価、コメント、チャンネル登録よろしくお願いします。お願いしますよね。また明日の動画でお会いしましょう。バイバーイ。